伊藤首相の小野達也です。4月17日金曜日15時現在、伊東市内において新型コロナウイルス感染者は確認されておりませんが、昨日緊急事態宣言が静岡県を含む全国に拡大されたことにより、改めて市民の皆様にお願いいたします。市民の皆様には不要不急の外出を控え、生活必需品の買い物などどうしても外出が必要な場合には、人混みを避け、他の人との距離を保つ、飛沫を飛ばさないようにマスクをつけるなどの行動をお願いいたします。市外にお住まいの方にお願いです。お住まいの都道府県知事から要請されたと思いますが、帰省や旅行などは現に控えていただくようお願いいたします。伊東市をはじめ地方には重症化リスクが高いと言われる高齢者の皆様もたくさんいらっしゃいます。その感染リスクを高めることのないようお願いいたします。市民の皆様をはじめ全国の皆様の一人一人の行動が他の人の命を守ることになり、ひいては自分の命を守ることになります。どうぞ皆様のご協力をお願いいたします。